フレドリク一世は、スウェーデン王。一代限りのヘッセン王朝の国王となった。ヘッセンカッセル砲白としては、フリードリヒ一世。フレドリク一世1676年、ヘッセンカッセル砲白カールとクールラント公、ヤーコップ・ケトラーの娘マリー・アマーリエの三男として、生まれた。千七百年に、ブランデンブルク戦帝皇、フリードリヒ三世の娘で十枚に当たるルイゼと、 結婚したが、5年で死別した。1715年に、スウェーデン王女ウルリカ・エレオノーラと再婚した。スペイン継承戦争で新生ローマ帝国軍に加わり、フランス軍とシュパイアーバッハの戦いとカスティリオーネの戦いで交戦したが、いずれも敗退している。国王時代は、全くの苦物であったとされているが、即位以前は、カール12世の義系として、 ウルリカエ・レオノーラの王廃として、陰然たる実力があったとも言われている。当時のスウェーデンは大北方戦争の最中であったが、ロシアとの勝敗は決していたため、フレドリクは強い反ロ感情を持っていたという。ノルウェーに固執するカール12世の行動は、親西王派の立場を取るフレドリクにとっては、脅威となりかねなかった。カール12世の死には暗殺説も取り沙汰されており、 フレドリクの関与も疑われている。方針が異なる、新道派のホルシュタイン・ゴットル・プケとは、戦後も対立することになる。即位直後のストックホルム条約において、プロイセンなどとの戦争は終了していた。しかしロシアは、戦闘を継続し、スウェーデン本土に直接攻撃を仕掛けてきていた。結局これが圧力となり、翌百二十一年のニスタット条約において、 ホルシュタイン派に主導権を握られてしまった。そしてこの条約によって、スウェーデンは大国の座から完全に退くこととなった。1720年に、ウルリカ・エレオノーラが退位すると、元老院から衰退されて、スウェーデン国王となった。しかしスウェーデンは大北方戦争で、ロシアに敗北を喫するなど、国力を低下させている時代でもあった。権力は議会の下にあり、 フレドリク一世は絶対王政を否定する新憲法の制定を条件として即位した。1730年には新しく統治法が制定され、王権は極度に制限された。国王は議会を尊重する無害な存在となり、立憲君主制となった。以降1771年までスウェーデンは自由の時代となった。なお百三十一年には東インド会社、 1739年には、王立科学アカデミーが設立された。スウェーデンの国政は、有力貴族のメッソナ党とハッタナ党が、交互に政権についた。初期は、メッソナ党のアルビトホルンの指導の下大北方戦争後の国家復興に努め、国力を、ある程度回復する。やがてメッソナ党は、親ロシア派ということで失脚し、ハッタナ党が政権を握る。 ハッタナ島は、親西欧派で、特に、フランスとの結びつきが強く、1741年に、フランスの指示のもとに、対ロシア復讐戦に打って出たが無残にも敗北、カレリア地方の一部を奪われた。それでもハッタナ島は、国民の愛国心を高めさせ、政権を維持することに成功した。敗北に銘げることもなく、ハッタナ党は、国防と福祉に力を入れ、重症主義を取り、 スウェーデンの国力回復に邁進した。フレドリク一世は1751年に死去した。葬儀には、スウェーデンを音楽の父と称されるユーハンヘルミク、ルーマンによる、早々の音楽が演奏された。すでに没していたウルリカイ・イレオノーラとの間にも、センサイル・ルイーゼとの間にも子はなく、ヘッセンカッセル・ホーハクイは、弟のウィルヘルム8世が継承した。また、 スウェーデン王位継承者は政権を担うハッタナ党によってホルシュタインゴットルプ家のアドルフ・フレドリクに決められていた。スウェーデンの自由の時代は以後も存続し、メッソナ党とハッタナ党の政権争いも継続した。フレドリク一世は王としてはあまり尊敬されなかった。その治世中、スウェーデンは様々な発展を遂げたが、彼はそれに何一つ関わらなかった。 王としての施策は、決闘を禁止した程度である。フレドリク一世の死後、カール・グスタフ・鉄心伯爵は、公表している。フレドリク王の知性において、科学は進歩した、彼は本を読もうとしなかったが。貿易は栄えた、彼はそれを推進させるためにコインを一つも使わなかったが。ストックホルム宮殿が建てられた、彼はそれを一目見ようという好奇心すら持たなかったが。 ありがとうございます。